何してるんだこんな時間に。あ、タクトさん、レッスンが一区切りついたのでそろそろ休もうかと思ってたところです。そっか、こっちも仕事が片付いて寝るところだ。そうでしたか、お疲れ様です。そっちもな。それじゃあまた明日。ですし、ありがとうございました。え、何がだ？前々から思っていたんですけど、一度きちんとお礼を言っておくべきかと。いや、だから何のお礼だ？あの、地下に閉じ込められた時のことです。あの時声をかけてもらわなければ今頃私は。ああ、あの時の。は？どうしたんですか、そんな間の抜けた声を出して。だってお前今更か。何か問題でも？問題とかじゃなくて、だいぶ前のことだろう。それはそうですが、なかなか言う機会がありませんでしたし。いや、いくらでもあっただろう。まさか俺を言ってここまで文句を言われるとは思っていませんでした。ああ、違うぞ、別に文句をつけてるわけじゃ。不愉快な思いをさせて申し訳ありませんでした。あ、待てて、おい。やっぱりあいつもどこかずれてるよな。ですからそういう話は。あなたの考えは分かっているわ。でもだからといって歌巫女としての責務を放棄するのは見過ごせないの。私がいつ放棄したというんですか。歌巫女の力の源は町の人からの支持よ。それを得るための努力をしないということはそういうことでしょ。ですからそれは他の皆さんにお任せしようと。結果他の子たちの力だけが増すことになるわね。ですが、今回はあなたのためだけに言ってるのではないの。あなたたち全員の力の底上げのため、ひいては町の人のためなのよ。町の人のため、それが歌巫女として必要なことであるなら。そう、あなたなら分かってくれると思っていたわ。なんかまずいところに出くわした気がする。あら、ちょうどいいところに。あなたにも協力してもらおうかしら。タクトさんにですか？それはちょっと。そうと決まれば、実は準備はすでに整っているの。早速始めましょう。さ、早く。しおりさん！やっぱり嫌をなしに巻き込まれるんだよな。ダメよ、表情が硬いわ。もっと笑って。笑うこうですか？そう、それいただきよ。
ずかしい。いいわ、これいいわ。あ、光の当て方おかしいわよ。もっとこう、上に。こうですか。そう、ますます恥じらいの表情が映えて。杏花、視線こっちに。何やらされてるんだ、俺は。すみません、しおりさんがご迷惑を。まあ、お前の方が数倍大変そうだけどな。やはり、おかしいですか。おかしいというか、その格好はな。ジロジロ見ないでください。私の趣味ではありませんから。しおりさんが用意したものですから。ああ、怒った表情も素敵。激写たまらないわ。町の愚民どもに見せるのはもったいない。愚民って言ったぞ、あの人。かなり興奮してるみたいですね。こんなしおりさん、初めてです。これ、町中に配るのか。ご愁傷様。やっぱりやめましょう。やめてください、しおりさん。お願いですから。あの、タクト君、何ですか。そんなに身構えなくてもいいわよ。いえ、いつになく真剣な顔だったんで。ええ、そろそろもう一度釘を刺しておこうかと思って。釘？近頃はだいぶみんなと打ち解けたというか、親密になったみたいじゃない。そうですか。それ自体は決してマネージャーとして悪いことではないんだけど、つまり。回りくどいんでスパッと言ってください。スパッと、そうね。要するに何が言いたいかというと、カメラの前で絶対にイチャついたりしてはダメよ。は？いえ、カメラがないところでもね。プライベートでも決して一線を越えないこと、きつく言っておくわ。誰が誰とイチャついたり一線を越えたりするんですか。タクト君とあの子たちの誰かとがよ。ありえません。本当に言い切れる。最近の様子を見ているとそうなっても不思議じゃないって感じるんだけど。若いのに嫉妬してんじゃないわよ、みっともな。誰が嫉妬してるですって。厄介なのが増えたな。気にしなくていいわよ。こいつ仕事一辺倒で自分がそういうのと縁がなかったから妬んでるだけだし。誰の面倒を見てたおかげでそうなったと思っているのかしらね。別に私が頼んだわけじゃないし。大体あなただって同じでしょ。40近くになって男と付き合ったこともないなんて。私は歌巫女だったし、しょうがないでしょ。つか、具体的な数字を言うな。それに私はあなたとは違いますから。仕事のせいで長続きしなかっただけで何人の男性と付き合ったことか。はぁ、何それ、初耳なんだけど。そりゃもうね、両手の指では数えきれないくらいの相手と出会いと別れを繰り返して。ちょ、嘘でしょ。話持ってんでしょ。嘘って言いなさいよ。ああ、そうね。
現役中は気を使って言わなかったけど、今なら教えてあげてもいいかもね。あー、待った！大家の決して聞きたくないわ、その話！俺も関係ないよな。ったく。俺とあいつらの誰かが…ないな。タクト君ってさ、すぐみんなと仲良くなっちゃうよね。なんだよいきなり。いきなりじゃないよ、前から思ってたし。言ったのはいきなりだろ。それにそんなこともないし。そんなことあるよ。京香ちゃんとは一番に仲良しになってたし、アリアちゃんだってタクト君とはよく喋るし。ネネとカナデコは？ネネちゃんは他の男の人は苦手だって言ってたし、カナデコちゃんは、ほら、あんな感じだし。無理やりじゃないか。無理やりでもなんでも、とにかくそんなことあるの。仮にそうだとして、何か問題あるのか？問題？別にないかな。ならどうでもいいじゃないか。そこはどうでもよくないっていうか。お前、少しは考えてから喋った方がいいぞ。だからなんでだよ。わかんないよ、もういい。わかんないのは俺の方だ。あ、タクト君も来た。ん？どうした、全員集まって。呼び出されたんです。乙葉さんが確認したいことがあるって。確認？早くしてほしいわ、眠い。それでそれで、どんなの、何なの？うん、あのね、みんな素直に答えてほしいんだけど、私のことはダメな子だって思ってない？はい。だな。ええ。思ってるよ。即答？え、そうなの？もっと迷ったりとか気を使ったりとかないの？え、でも。素直に答えてって言ったのお前だろ。聞くよ。みんな私のことダメな子だって思ってない？
観的な事実として今の乙葉さんの実力は一段劣っています。ですがそれを補おうと努力されていることは認めます。京花ちゃん。ですがその人間性といいますか頭の中身は少々お前にしては言いづらそうだな。人として言っていいことと悪いことがありますし。よかったね、京花ちゃんに気を使ってもらってるよ。嬉しくない、全然嬉しくないよ。要するに頭が悪いってこと？はっきり言われた。しかもかなでこちゃんに。こう言っちゃなんだが相談する相手を間違えてると思うぞ。でも他に聞ける人なんて。ねえアリアちゃんは？アリアちゃんはどう思ってる？そんな嫌そうに言わなくても。あら、そんなつもりはなかったのだけど。そうね、あなたがいると場が明るくなるわ。それはかけがえのない長所。マリアちゃん、私のことそんな風に思って。おお、アリアいいこと言った。確かにそれはあるかも。そうですね、場合によっては煩わしいことも多いですが。ありがとう、アリアちゃん。ありがとう。お礼を言われるほどのことでは。適当に綺麗なこと言って終わらせようとか思ってないか？だって眠いもの。これ以上茶番に付き合ってられないわ。え、なになに？ああ、なんでもない、こっちの話だ。ま、わざわざ蒸し返す必要もないか。事実と反することを言ったわけでもないのよ。何してるんだ？あ、タクト君、おはよう。おはようって時間でもないけどな。いつも以上にボケた顔してたぞ。そんな顔してないよ。すごくキリッとしてるよ。キリって。鏡見てきた方がいいぞ。もういつもそうやって。で、本当にそんなボケっとしてた？まあ半分冗談だ。どうかしたのか？半分は本当なんだ。私、歌巫女になったんだなって。今更か。今更だけど今更じゃないよ。ほら、なんかずっとバタバタしてたでしょ？私が歌巫女になってから。でも、最近やっと普通に歌巫女として活動できるようになってきて。もちろん私一人じゃなくて、みんなが一緒だからかなって思うんだけど。まあ確かにごちゃごちゃしてたよな。俺なんか完全に巻き込まれただけだし。でも私は嬉しいよ。タクト君いなかったら今頃どうなってたかわかんないし。
何かの役に立った記憶はないけどな。そんなこと言って、みんなもきっと感謝してるよ。ううん、きっとじゃなくて絶対。ま、俺のことはいいんだけどさ、続きは？うん、とにかく歌巫子にはなれたけど、歌巫子になったからおしまいじゃないんだよね。これからずっとずっと歌巫子として頑張り続けなきゃいけないんだなって。ずっとか、下手したら20年以上。さすがに桃香ちゃんと同じだけは無理だと思う。もちろんできるだけ続けたいけど、そのうち私が桃香ちゃんに憧れたみたいに、誰かが私に憧れて歌巫子を目指してくれたりして。私に憧れる子はいないかもだけど、でもそれくらい頑張りたいし、頑張らなきゃなーって。何言ってるかよく分かんなくなってきちゃった。まあなんとなくは伝わった。それと、ん？今珍しくキリッとした顔してたぞ。もしかしてまた冗談？さあどうだろうな。遊びに行こう。あれ、聞こえなかった？んじゃ。聞こえてた。だからでかい声出すなよ。だったら返事してよ。前に似たようなことがあったと思って。そうだっけ？ってことは、ってことは最近遊びに行ってなかったってことだね。よし行こう、今すぐ行こう。ダメだ。どこ行こっか。思いっきり走り回れるとこがいいな。あ、美味しいもの食べるのもありかも。それとそれと、ダメだって言ってるだろ。人の話を聞け。え、ダメって、遊びに行くのダメってこと？だからそう言ってる。なんでなんで？あゆみさんに言われたこと忘れたのか？今のお前らが街中に出たりしたら大騒ぎになるだろう。いいじゃん、大騒ぎになったって。いいわけないだろう。なんで？一から説明させる気か。あ、そうだ、町の人に見つかんなきゃ大騒ぎにならないよね。まあそうだろうけど、街の人に見えないくらい素早く動き回ればいいんだよ。シュバババババーって。うんうん、いいアイデア。んじゃ、それで決まりってことで。物理的に不可能なことを言うな。私ならできるよ、多分。はあ、とにかくダメなものはダメだ。おとなしくしてろ。そんな、たく、こっちはこっちで忙しいってのに。うー、暇だよ。遊びたいよ、つまんないよ。子供みたいな顔するな。でかい図体して。うー、中で何かするか。
どうせ他の奴らも暇なんだろう。声かけてこいよ。いいの？遊んでくれるの？事務所から出なければな。やったー！じゃ、みんな呼んでくるね。なあ、ただし、あんまり騒がしくしたり暴れ回ったりするのはなしだからな。わかってるって。おーい、みんな。本当にわかってるんだろうな。今いいかしら。え、わっ、そこまで驚かれるのは心外ね。あ、すみません、今日は飲んでないんですね。その件についてきちんと話をしておこうと思って。先日はその少々みっともないところを見せたわね。できれば他言無用でお願いするわ。特に誰かに話すつもりはありませんけど。そう、それを聞いて安心したわ。それじゃ。それだけですか？他に何が必要というの？そう言われると。ああ、ついでに一つ聞いてもいいですか？質問の内容によるわね。なんであいつにああいうことを吹き込んだんですか？他の連中がまるでダメみたいな。間違ったことは教えてないわよ。多少大げさだったかもしれないけど。それはまあ、私はただあの子に最高の歌巫女になってほしいだけ。それだけの才能を持っているのだし。本人は望んでないですよね。それでもよ、結果あの子に憎まれることになってもね。嫌われて大泣きしてたのに。泣いてないわ。いや、思いっきり泣いてないわ。泣くほどではないにしても、嫌われるのは嫌なんですよね。だったら。あなたはあの子のマネージャーでもあるのよね。え、まあそうだと思いますけど。なら知っておいてもらった方がいいかしら。あの子はね、真面目なのよ、ものすごく。それは知ってますけど。真面目すぎて町の人さえ守られれば自分の人気なんかはどうでもいいと思っているのよ。困ったことに。それ困ることなんですか？歌巫女として長く活動するためには人々の支持が不可欠なのよ。だから私はあの子をああいう形にプロデュースしたの。圧倒的な能力を持つクールビューティーな歌巫女としてね。その役柄を引き立てるには踏み台だって必要でしょ。あいつらは踏み台ですか？あら、気を悪くした？意外と仲間思いなのね。別にそんなんじゃ。もちろん桃花に一泡吹かせてやりたかったっていうのも否定はしないけどね。これで納得してもらえた？そういう理由ならこっちと一緒に活動するのは都合悪くないですか？仕方ないでしょ。これ以上あの子の機嫌を損ねたくはないし。やっぱり一番はそこなのか。まあ一概に悪い傾向とも言えないわ。あの子にも誰かに褒めてもらいたいっていう欲望が芽生えてきたみたいだし。え、よく聞こえなかったんですけど。何で
もないわ。そうそう、大事なことを忘れるところだった。いくらマネージャーとして近くにいるからって、あの子に手を出したら殺すわよ。また穏やかじゃないですね。私に思いつく限り最大限残忍で激痛を伴う方法で手を下すから、よく覚えておいてね。顔は笑ってたけど本気の目だったよ。あ、猫、猫さんだ。キヨ、今日こそは逃がさないよ。キヨ、キヨ、あの、なんだか怯えてるみたいだけど、前は逃げられちゃったけど、今日こそはギュッとしちゃうよ。モフモフしちゃうよ。私も私も。私はあんまり触りたくないかな。そんなに可愛くもないし。ちよーちよー。あ、また逃げる。そうはいかないよ。みんなで囲んじゃおう。ネネはそっち。私も。キヨ。さあ、これで逃げられないよ。キヨ。なんかちょっとかわいそうな気が。仕方ないよ。モフモフするためには多少の犠牲は必要なんだよ。私からでいいよね。よし。あ、抜けがけはずるいよ。ひひ、早い者勝ちだよ。それじゃ。ん？どうしたの？なんかいざ触ろうとするとこう。して相変わらず何言ってるか全然わからないよ。かなでこちゃんがやらないなら私がと。お、なんか近づけば近づくほどもやもや。あ、オトハムなんだ。そうでしょ、不思議でしょ。どうしよう、二人が意味のわからないこと言ってる。わかるって、ネネも近づいてみなよ。うんうん、ほらほら。だから私はいい。ごめんね。
もごめんなさい。気にしなくていいわ。むしろ正常な反応かもしれない。正常って、アリアちゃんもその子のこと。ええ、この上なく気色悪いと思っているわ。そうなの？そっちから近づかなければ害はないと思うから、多めに見てあげて。それじゃ。あ、行っちゃった。気色悪いならどうして飼ってるのかな。うん、それによく触れるよね。私無理だったのに。